皆さんこんばんは、ベニバナブタオです。寒くないですか？ブタ今室内でゲーム実況してるのにマフラー巻いてるからね。パチじゃありません、マジです。で、今回はですね、またモッドをやっていくんですけれども、前どれぐらい前か忘れたけれども、カードを出すときに金の歯を触らなくちゃいけないっていうモッドを使ったことがあったじゃないですか。で、今回はその金の歯を使うオリジナルカードが含まれてるモッドをやっていくんですが、何だっけ、ランダマイザーだったっけ、そういうモッドを使ってて、敵がランダムでいろんなカードを出してくるってやつなんですけど、これね、2、3回テストプレイやったところマジクソ強かったんで、ちょっと今回はマジで手加減抜きでガチ本気でやらないといけません。豚はなんか負けた試合も YouTube に上げるというモッドを持ってるんですが、それはなぜかというとですね、つまんないからですね。負けても勝っても取り直せばいいやっていうような考えでやってたら真剣にゲームが楽しめないので、これ以上皆さんに負けてるかっこ悪い姿をお見せしたくないんですよ。一流インスクリプションなんとしてね。なのでこの最初のカード選びが超真剣にやりましょう。最初のその右側2枚が見慣れないカードがありますね。でこれちょっと字が小さすぎて見えないんだけど、これ痩せているエルクですね。これはダイイングっていう能力を持ってて、1ターンにつき HP が1ずつ減っていく、要するに死んじゃうやつですね。しかも HP が4と高いが、攻撃力が1で低い上にコストに金の歯を4個も使うっていう、お前これ誰が取るのっていうような能力をしてます。で、その下のストレイングドッグって、まあ要するに野良犬でしょ、これ野良犬ですね。なんか履いてる野良犬で、これがコストが歯3つで、コストが歯3つで攻撃力1、ハートが2、まあ、おこちょと一緒ですね。で、このついてる能力がどんな能力を持ってるんだろうと思ったら、これランダムストライクって言って、どこに攻撃するかっていうのがランダムなので分かりませんよっていう、このカードわざわざ取る意味あるけっていう能力なんですけど、豚面白いのでこいつ取っていきます。で、あとはプロング4も取っていこう。これは合体要因だね、二股普通に強いから。で、あとはカラスの卵とゴキブリでフィニッシュかな。ゴキブリね、確かにゴキブリって強いカードなんですけど、最初の方で取ったらゴキブリが出したいのにコストが足りなくて出せないっていうことが結構あるんですよね。だからあんまり最初の方には取りたくないんだよな。オポッサムの方が無難かな。でもゴキブリの不死の能力ってシナジーついたらめちゃくちゃ強いし、でも一旦オポッサムでいこうかな。それとカラスの卵、これは成長の因がついてるからですね。カラスの卵単体でも弱くないし、ここでヒメコンドルの、ヒメコンドルはでも論外かな。骨8つもいるからしばらくこれ使えない。こういうても不死のマークがついてるのは魅力的なんですけど、骨を4個も使うから、カワセミ、お化けのマークがついてる、これ何、ポゼッサー、ヘルス、攻撃力とハートが、ランダム、アリーカード、ウェインキルド、キルド、ウェインキルドだから誰かを倒した時にハートと攻撃力がランダムに変わるってこと。ちょっとややこしい能力ですね。で、遊んでたら普通にクリアできないので、今回ガチのマジでやってますから、負けるわけにはいかないんですよね。で、これなんか川みたいなマークあるけど、これはブラッドグローズ、これどんどん血の価値が増えていくんです。最初は血1つしかないけども、それが血2つになって、最終的には価値のある血、血3つになるから、高コストのカードでもこいつを媒介に、召喚することができるという能力なんですが、あと悪臭もついてるのか、なるほどね。でもコエルクかな、この中だったら。コエルクのこのなんぼでも、いや悪臭かかな。でもね、これ歯のコストのカード複数枚持ってるとですね、最初にそのカードが来た時にえげつなく積むんで、ちょっとやめた方がいいかも。いろんな能力を試したいんですが、まずクリアすることが優先。そうです、ガチで本気出さないとクリアできないんです。遊んでる余裕なんてないんですよ、豚みたいなコッパインスクリプションにはさ。で、このプロング4の二股能力をこの野良犬につけましょう。狂った野良犬ですね。どこ攻撃するか分からない酔っ払った犬、まるで役に立たない。でもこういう役に立たないカードの方が使ってて面白かったりするんです。で、二股つけたから要するに2回殴るんですね、どっかしらを。でもその2回殴るのが左端だったり右端だったりしたら一発になってしまうので、やっぱり真ん中に置いた方がいいカードだね。ちなみに今回は5レーンではなくて4レーンでやっております。ギギ
スカンクか。スカンクか。一匹目スカンク。で、こいつ動き出すのが立ち悪いんだよな。ここに置いて、で、置くと3発食らった感じになると。で、ここでコエルクを使って、で、あとはカラスの卵を出して、なんぼでも生贄に捧げられるから。これで多分もう勝ち確でしょ。1、2、3、3ポイントでもう借金返した。で、カラスになった。悪臭で HP は減ってこそいるか確実に1ポイントずつのダメージ与えられる。あれ？あ、そっか、マイティリープついてんだ。で、このルールだと、いかに歯をいっぱい稼ぐかが重要になるから、結構そこは気張らないとね。よし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 、結構気張ったか？よし、3ポイント。これでタダで、狂った犬を出せますね。カードがちょっと少なくなってる。こっち側行ったら、トーテムでこっち側行ったら合体か。あんまりカードが少なすぎてもきついんだよな。ボス戦の時にカードなくなったりするから。出た。ワースティングディア。あ、ディアウィズリロタイムリフト。残された時間がないってこと？ガラガラヘビ。お、マンティスだ。このマンティス、It's playing close to way. What's that?何どこでやって何どこでやって言ってる。これ多分規制されてて、なんか氷のマークついてるじゃないですか。氷時計。この印を持つカードが死ぬと中で凍っている生物がその場所に放たれる。要するにこれ規制されてるカマキリなので、やられてももう一噛みするんですが、ただ6、コスト6はちょっと高すぎるので、この二股の能力だけオポッサムにつけちゃおうか。二股と氷時計の能力ね。で、この寄生されてるマンティスが潰れると中からランダムで確か虫が出てくるだったと思うんだけど、6の歯コストはちょっとことすぎるのでね。ただのマンティスですよこれ。全然計算に合わない。こんな再三度外視してる。そういうちょっと使うのに難ありのカード冒険してガンガン使っていったらクリアできないんですよこの難易度。マジで真剣にやらないとね。敵は、おお、カタツムリだ、規制されてるやつ。こう、目ぐるぐるになってるやつ。で、こいつ、バイトっていう能力があって、こいつが、カードを召喚して、こいつが、こう、ぐるぐる目回してたら、敵が、敵じゃないわ、自分のカードがそっちの方に食らいついちゃうっていう、召喚する場所を選べなくなるっていう、結構嫌な、能力ですね。割と効きます。で、今、歯を3つ。支払っちゃったからできる限りオーバーキルしたいところ。右側から来てるのは普通のカウスか。攻撃力22で4だからもう勝てるね。オポッサム、オポッサムは残念ながら出せない。まあでも十分でしょこれで。どこを殴るか知らんが、お、綺麗に二股で分かれた。よし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 。歯3つ得たから、歯は赤字ではない黒字だね。で、運搬ネズミはいらないから右側のトーテム通ろうかな。ネズミの王、カミツキガメ。A。デッドカードは正直ゲームバランス崩すので取りません。これは豚のインスクリプショナーとしての誇りです。親玉と、お、バンプリックフィンチ？フィンチ？鳥だね。で、これは、It's just keeps growing。育つと。これね、ビシャスが面白い。ん？なんか別のやつ出てる。ビシャスの能力がついてるから、このイン。敵から攻撃を食らうと攻撃力が上がるってやつだね。ただその割にはハード化に低いんだよな。これ以上金の歯を持っていくのはちょっとコストが高いが、かといってこの骨の親玉を持っていっても骨そんなに手に入らないんだよね。カードの枚数も少ないしさ。ってなるとやっぱり、こっちかな、蚊の方かな。このビシャスでも面白いな。6でしょ？だから1ターン目に出したら負けるわけよ。所持金がなかったらの話ね。結構怖いな。運搬ネズミも取っておくか？むしろ。運搬ネズミでいいか。貴重なアタッカーだ。全体的にね、攻撃力が低めなのがちょっときついです。ほら、一応二股は能力持ってるけど全体的に1ばっかり。どっかの焚き火で温めないと自利品になる。
高コストでも超強力アタッカーつけとかないとね。鳥はビシャスがあるから、でもどうせ次のターンにやられちゃうから6のコストは払いすぎだろ。どう考えても計算に合わない。カササギいる、敵側に。カササギが敵側にいる。こいつはこっち折り返して左側に逃げて、で運搬ネズミは出せないからこのターンはこれでいいか。でカササギが入って出したらなんと豚カード選ぶことができるんですよね。これ敵なのに、これ面白いから結構好きだね。なんじゃそれっていう、どういう理屈やっていうのが結構豚は面白い。アイテムが手に入れられるからどうしようかな。リス取って取らんでもいいんだけどね、このリス。こうしてでカラスの卵も出して、これで勝ちでしょ。後ろからネズミの起きてる。カササギは、あ、普通に乗り越えてくんのか。上を乗り越えるからオーバーキルはできるのかな。4だからたった1かでもオーバーキル。もうちょっと殴りたかったけど、まあしゃあない。だから雑魚的にカササギ来たらラッキーなんですよね。このなんかバグった世界観、豚めちゃくちゃ好きなんですけど、気持ちわかる方いますかね、豚の。本来ゲームで起こらない挙動って面白いよね。あ、歯のコストがあるけど、歯のコストはちょっと、リスクが高すぎるから、コスト3のグリズリー、よし、攻撃力4。これぐらいの火力のやつ持っとかないとやばいんですよね。全体的におとなしすぎるこの子たち。特にカラスの卵なんて最初の攻撃力0だぜ。で、運搬ネズミをわざと狙っていきましょう。これはキノコでくっつけたらコスト2で攻撃力4。なので普通に使えるカードになります。あとはどっかの焚き火でこの狂った犬の攻撃力を上げたいですね。狂ってるから。どこ殴るか分かんないって。このモッド使ったら多分運搬ロバなんで素直に使ってくれないんだろうな。その頭の中、金は入ってるか？おら見ろ、運搬ロバなんてないじゃない。こう、こう神とこエルクじゃない。こう神とエルクかこれ。こうでもないんだな。ふぅ。ってなったら最初のターンでアイテム運搬ネズミ出したいけど、アイテム揃ってんだよな。どうしよっかな。アイテム揃ってるのに運搬ネズミ出すのってもったいなくない？豚が貧乏性なだけか。でもナイフとかいらんよなこれ。よっ、片目が見えなくなるから豚ナイフ嫌いなんですよね。なのでさっさと使っちゃいましょう。これでいっか。ほい。なんか情緒がないように見えるかもしれませんが、今回は手加減するのは一切なしにしているので。お、後ろからなんか来た。あれなんだ、狂ったカマキリだな。寄生されてるやつで骨もらったからこいつ出して、で、あとは、おっとちょっと待った、1個足りないスペースが。で攻撃された中からオポッサムが出てくるんだよね、効率的だから。でここで運搬ネズミを出して、カマキリがここ潰してくれへんから困ったな。一応ダメージレースではこっちで買ってるけど、この狂ったワンコ使うか。お金は消えちゃうけど、よし来ちゃう。わ、中からリングワーム出てきた。あ、寄生されてるって、リングワームに寄生されてんの。え、カスじゃん。え、カスは言い過ぎだけど、リングワームが出てきたところでこの能力いるか。やばいな、あれで歯6つのコストなのか。どうせだったら奇妙な幼虫がいいかな、モスマン好きだし。成長の今誰かにつけても強いからね、コスト1で出せるし。よっ、このナイフって何回使えるんだろうね。このなんかカバンの中の目玉をできる限りなくしたいとは思うんだけど、多分回数に上なてっぺんがあると思う。なんか 2,3 回ぐらいしか使えないと思う。湿地帯入り込んだ。で、コストがない低いのがかなりきついから、コストっていうか攻撃力か、攻撃力が低いのが
きついから、焚き火でなんか温めときたいけど。うわ、何これ、ブラッドフレア、何これ、のみのみがのみでしょこれ。コスト3で敵に攻撃されたら避ける。あ、フレアザットスパードディスディザースとキャン、全部読めんかった。カミンスキで、カミツキガメね。この血のマーク何、ドローブラッド、コストウェンプレイド、わからん。え、これも血が増えていくってことか。コスト3で11は弱いと思うけどな。まあでもちょっとなんかのみが好きなのでのみ持っていこうかな。キノコが欲しいんだけどな。この左側にあるマークが暗くて見えない。当たっちゃった、やっべ。どうしようかな。こっちの道行ったら生贄一つ捧げられるから、このビシャス乗ってる鳥捧げるか。ビシャスは強いんだけどね。あ、でも能力は強いんだよな、よく考えたら。このカラスの卵とかにつけたら強いかも。ってなると、いらないカードをカラスの卵はつけたら強いから、え、カラスの卵にでもつけたいな。こっち3、こっちは2だから、カラスの卵より奇妙な用事につけた方が面白いかも。からたまには消えてもらいましょう。絶対投げるために攻撃力上がるビシャスって、幼虫と相性いいって。殴られてなんぼだもんね。サナギになっても攻撃力持ってるからして。狂ったワンコ。今お金が1だから、倍に出したら2ダメージ食らうのか。あ、でも全然ありよそれは。多分アリがね、すごい勢いで埋め尽くしてくるタイプの敵だから。お、どうした、あ、そうか、すごい勢いで埋め尽くしてくるタイプの敵だから。よし、2発殴った。あ、そうか、動くんだった。で、しっかり受け止めて。あ、アリを一気にいっぱい出すっていうことはないんだね。手札のテンタクルスは普通にやばいけど。これもうちょっと待ったらモスマン出るから勝ちじゃない？一発しかダメージなくなる。あ、ウサギの巣穴が出たらこっちにウサギ増えるんだ。面白い。バグってるような世界観。これで、リス、ウサギ、リスで3つ揃ったから、敵のウサギの巣穴のおかげで。え、ノーマルバージョンにウサギの巣穴って雑魚敵として出てこなかったっけ。これでグリズリーとモスマンでめちゃくそのオーバーキルできるんじゃない。よし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 、7もある。かなり強い金の歯のカード出せるぞ。言うて金の歯ってこのノミと、あとはこのオウムみたいなやつしかいないのか。もっとでっかい金の歯狙ってってもいいかもな、オーバーキルできるのであれば。すごい攻撃力のやつ。試練ね、これはなるべく避けたいから、骨コストのやつ持ってないから、ここは骨を選んで、なし。000、確率ゼロね。で、ここでようやく待ち望んだ、ビシャス。殴られるために攻撃力が上がるビシャスを、奇妙な余地につけよう。で、しかも飛行もついてるから、サナギの状態でも前の敵をスルーして後ろの敵を攻撃してくれる。で、キノコがそろそろ欲しいんだよな。運搬ネズミをひっつけたい。なんかめちゃくちゃ警戒してたけど警戒に進んでますね。コヨーテでしょ、こんな楽勝じゃない。ビシャスだから一発殴ってもらおうかな。あとはノミか。ノミな。うわ、なんか来た。What will it release on this? なんか。あ、そっか。金の歯を引き払ったんか。え、こいつ出したら、鎖蛇がもらえるってこと？よくわかんない能力だな。まだ能力の正体がわかってない。ほら、攻撃力が1赤。あれ？ビシャスって1上がるんじゃないの？なんか間違えてたっけ？ダメージ1食らったら1攻撃力が上がるはずなんだけど。ありゃ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 。間違えちゃったかな。オオカミとコヨーテか。こいつはやられちゃう、やられちゃわないか。あのカラスの卵だから。一回オオカミの攻撃に耐えて、
あー、モスマンやられちゃった。残念だね。これで鎖蛇ができるから、いや、グリズリー出した方がいいのか。ちょっとやばそうだなこれ。鎖蛇で倒す。で、ポヨーテとカラスの卵とコエルクの攻撃でこっちの規定値を超えちゃうから、ポヨーテもらっとこうか。よし、倒した。あとはカラスとコエルクの攻撃で3ポイント食らうけど平気で、ビーバーがダム出してきて鬱陶しいから無視しようかな、このカラス。とりあえずこのダムこのまま攻撃して、でビーバーはダムが出せない。お、何、ダム、ダムじゃないわ、ダニのみのみ。ザカードジャンプドアウトオブザウェイトゥーセーブイトセルフ。あ、そうか、敵から攻撃されたから避けたのね。でも敵空飛んでるからあんまり意味ないと思うけど。なるほどなるほど。で、どうしよっかな。こうやって殴る。敵は非力なビーバーしか残ってないから全然余裕。ワンコ。4か。だったらオーバーキル狙うかな。てててててよし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 。イエス。運搬ネズミか。まあでもこれはこのままでいいか。これでも5だからオーバーキル2だね。なんか雑魚的おとなしいですね。結構ブレがあるんですよね、このモッド使うと。敵が。血とハートと攻撃力。血かな。血だったらいけない。グリズリーが出しゃばった。グリズリー出しゃばるよな、こういう時って。張り切るんだよな。なんだこれ、このなんかリフレクションの能力、リプラントの能力、多分なんか攻撃を反射するとかなんだよね。で、情報割はちょっと論外だし、で、この蜂の巣が乗ってるヘイストの能力なんですけど、これ、バリ出した瞬間敵をノータイムで殴るってやつなんですが、攻撃力ゼロだと意味ないんだよな。といって、スプリンターで勝手に動く子いつもいらないし、刃もなんか3つ必要だし、ってなったら消去法でヘイスト持ってる蜂の巣かな。能力を誰かにつける。運搬ネズミはキノコでくっつけたいから、ここに行って、よし、攻撃力きたからヘイストがついてる蜂を鍛えようか。攻撃力3ぐらいでいいかな。1 2 3、欲しい。よし、 OKOKOK。 3もあったら十分よ。ヘイストで場にカードを出した時に3ポイントダメージ与えて、でその後実際のバトルでも3ポイントダメージ与えるからかなり強い。敵がな、なんか敵がレシーのカードしか出してこないですね。こっちのオリジナルカードあんまり出てこない。まあそれならそれでいいか。敵が空飛んでる上に潜水だからこっちを攻撃することはできないのね。こっちも相手に攻撃できないし、相手もこっちに攻撃できない。うわ、めっちゃ来た。めっちゃ来た上に、めっちゃ来た上に。なんか見たことないやついる。ブラッドグローズ、読めん、見えん、正体がわからん。こいつ全員潜水ついてるって普通にやばいな。本来さの、あの遊んでる時ってそんなに潜水ついてても強いカード出てこないからいいんですけど、このモッド入れてたらさ、わけわからんカードガチガチ出てくるからな。オポッサムと、確かここって攻撃力高いやついたっけ。こっちが当たるダメージが3で、向こうが1、2、3。アイテム使う場面か、岩置いた方がいいか。いや、置かんでいいか、岩なんで。3ポイントダメージ与えて、あ、そうか、姫コンドルだ、忘れてた。
うわ、現状。やべえ。1311だから合計6ポイントダメージよ。次のターン何もしなかったら死ぬのでアイテム使います。これね。で殴る。これで勝てる。お、パス。そうそう、パスパスパス、ずっとパスしてろ。でこれでもう一匹運搬ネズミが出せるので、潜水は無理よこれ。一気に倒せ。オーバーキル。よし、歯をもけた。運搬ネズミが2匹いるからアイテム消せることはないんだよな。こっち側行ってさらに強化するか、あるいはこっち側に行って合体するかだけど、合体したいカードは特にないから右側かな。ね、ハートを上げたい。奇妙な幼虫のウシガエル、カミツキガメ、オオカミ変えて、カミツキガメ、プロングホーンと、何これ、キノコに寄生されてるアリだな。このお化けのマーク何なんだ。ポゼッサー、トライトゥーパスイツベースヘルスアンドストリングスオンアランダムアーリーカード。まあでも一回使ってみんとわからんか。これ使ってみるか。お化けのマークすごく強いかもしれない。であとはハートだったら奇妙な幼虫を鍛えて、で攻撃力だったら、あ、攻撃力だ、攻撃力だった場合はのみ鍛えようかな。こいつが攻撃力高かったら歯を犠牲にしても出す価値あるから、よしよし、4まで十分でしょう。怖っ。ここまで強かったらもうゲームオーバーないでしょう。2面まで来たし。といっても敵が何してくるかマジで分かんないからな。情け容赦なくバランスぶっ壊してくるだろうよ。弱くあってくれ、適度な弱さであってくれ。わあ、ワンコワンコ。もうカワセミでないのね。そのお約束は完全に無視なのね。でもまあいきなりであっても奇妙な幼虫を出して、俺モスマンにしたらいいからね。であとはこれでいいかな。おお、なんか来た。そう、なんか来るんだこいつ。バニラしたら歯は1個減っちゃったけど、で狼で3ポイントダメージ食らって、手札のテンタクルス来た。やば、これを悠長にしてる場合じゃない。上に狙われてる、狙われてる。こっち攻撃力4だからこのターンで倒すことはできるね。なのでいいのか、これは。いいんだね、いいからいいの。超えるか、超える力だったらこのターンで育てといた方がいいか。次のターンはエルクになるし、あ、でも前にカード置かれるんだった、これ。それはちょっとイエスじゃないから。このまま、ゴー。倒せ。バケツ出してくんのか、ここで。バケツは出てくんのかな。あ、バケツは出てきて、ただその後ろに何があるかっていうのはわかんないんだ。でも残念ながらもうモスマンが出てくるから勝ちなのよね。モスマンって勝ち確カードだから。このノミで直接攻撃したかったな。運搬ネズミでアイテムを取って。来た、ペンチだ。ペンチと、あとは、ホエルクでいいかな。これで合計10ポイントのダメージを敵に与えることができる。11ポイントだ。ヘイ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 。オッケー。歯を稼ごう。山のように歯を手に入れたら、高コストの歯のめちゃくちゃ強いカードとかも使える。さあ、レアカード来い。お、チュパカブラだ。チュパカブラ、ゴーの歯。ザ・ビシャス・クリーチャー、ハンツ・フォー・ブラッド。これ何？コンシューマー？この印を持つカードが、他のカードを倒したら、ゲイン、ハート2を得る。なるほど。じゃあ、このバンペレック？Will only accept life for its cost instead of life and teeth. It has a finance cost. ちゃんと読んだけど意味がわからなかった。ちゃんと読んでも意味わかんないことあるんだな。デュースは選択肢としてはないかな。デュースのベルの能力はちょっと癖が強すぎるから、5レーンだったらまだしも4レーンだとちょっと使いにくい。
で、お金持ちっていうのがあるから、7個持ってるのね。チュパカブラ持ってこうかな。ただ、こいつの能力はいまいちよくわかんないんだよね。考え、ゆっくり。で、ここでいきなり試練があって、で、ここでいらないカードぶち込むことできるから、試練にチャレンジしてもいいかもな。あ、でもこっち側にキノコがあるから、そろそろ運搬ネズミを合体させたい。シュカパブラは33でアマルガムと同じだから5のコストだったら結構強いのか。さて試練はどうしようかな。合格しようかな。やめようかな。合格しようかな。やめようかな。合格したいならば能力で、やめたいならば、あ、虫が実は4枚持ってるから、種族は結構まとまってるんだな。ハートだったらどうだろう。これ抜けられるかな。2、1、1、よし、抜けられた。残念、失敗ね。ふぅ、キノコがあるんだよな。合体したいカードは、ない。キノコの方やっぱ目指すか。で、あんまり好きじゃないから、チョコツバコの方を選んで、で、これもあんまりこれが好きじゃないから、いや、でもこれだったら、ペンチの上位互換がこれだからな。ここまで順風満帆だね。一回も苦労してないし、危ない場面も、まあ、あったけど、そこはもうアイテムでなんとかしたから。敵側がついてんの、これってなんかマイナスの能力じゃないの？トキシン、シックニング、風？うわー、字が細かくて読めん。わからんわ。まあでもわからんけど、多分ね、これ、うわ、なんか敵44のやついるやん。え？最初のターンから 44？ この牛みたいなやつ。やばくない？で、こっちが2だから合計攻撃力6か。アイテム使わずに勝てるか、これ。ちょっと待って。この牛がやばいから、これはリスとかどうでもいいカードで。このチュパカブラを出せるんだよね。5のコストを支払うけど。あっちゃ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 、おいおいおい、え、お金なかった、お金なかった、お金なかった。7あるじゃん、7あるじゃん。え、お金7あったよね。何これ、チュパカブラのなんか能力なのか、それともうまく働いてなかったからか。やっべえ、チュパカブラもう1回負けたら負けじゃん。うわ、さっきまでピクニック気分だったのに、今は鉄骨の上渡ってるカイジみたいな心境になってる。ゴールドカードもらおう、1個。これでいこう。アイテムがちょっとデッキが太ってきたかな。デッキが太ってきたところで、ここで運搬ネズミを2つ合体させることによってデッキをスマート化させていこう。ふう、ようやくネズミちゃんがホウジロザメ並みの牙を剥くことになるね。さあ、立ち上がってスタンドアップ。どうする、 OK、 イエスだね。で、これでカードが、でもまだ2行なんだよな。コストじゃない、デッキが12枚。豚の考えだとデッキ12枚ってブクブクに太ってるからな。規定量よりかなり多くなってる。まだ、ただまあ救いを上げるとしたら、みんな結構精鋭が揃ってるっていうことか。どっかでもう1枚ぐらい捨てたいな。チュパカブラ出せないんだ。あれなんでなんだろうな。この狂った呪いで攻撃したら2ポイントのダメージか。お、黒ヤギいるじゃん。あと、コエルクとガラガラヘビか。ガラガラヘビきついな。ガラガラヘビきついな。3ポイントでしょ。で、コエルクが1ポイントで合計4ポイント。3支払って2返すから、こいつ出したら負けちゃうね。っていうことだったら、どうしよう。負けたら嫌だよね。とりあえず、モスマンにしなくちゃ、こいつを。コエルクと、アイテム使うか。アイテム使わないと負けるよな。正確に言うと負けないかもしれないが、負ける確率がかなり高い、この勝負は。あと一撃ダメージを与えたらもう勝てるから。え、違う、勝てないんだ。こいつで歯を3つ、歯を2つだった今。支払うことになったから、とりあえずここでお金を稼ごう。
残り HP1。 コエルクの攻撃は耐えるが、ヘビーの攻撃はしっかり食らう。でこのままいったらモスマに成長するから無双はできるんだけど、多分こいつデタラメに殴るから一発ぐらい当たるんじゃないか、コエルクに。こいつ最大でダメージ食らってもエルクの2ポイントとガラガラ姫の3ポイントで5ポイントでしょ。だからいいのか、これはこのままいっちゃっても大丈夫だね。お、変なとこ殴ったな、こいつ。酔っ払ってたけど今回はそれが異様に働いたか。そうか、どこ殴るか分かんないってことはめちゃくちゃいい場所殴ってくれる可能性もあるんだな。なるほどね、コエルクが出てきた。モスマンの攻撃で終わっちゃうが、まあいいか、これで。なんとか消費アイテム一つだけで抑えることができた。よし、目二つ目、目おかわり。ワンコそばみたいに目つけていくからね。よく見えるよ。とりあえず試練は増やしたくないよね。カードが増えるとちょっと嫌じゃない、これ以上ブックブックに太ってるんだから。種族と能力と地位か、地位かな。種族はね結構虫が揃ってるんだよね。この左下全部虫、奇妙な余地も虫なので、地にしてここはなんとか試練を避けたけど、いけるか。0、2、1、よし、 OK。 本当にクリアできんのか、この上限で。ここに来て初めてのトーテムだ。でもあんまり意味ないな、これ。圧倒か。圧倒はね、豚うまく使いこなせないんだよね、圧倒は。多分使いこなせたら強いんだろうけど。ここでアイテムにするか合体にするか、焚き火だけど、焚き火にしてカードを減らすか。ちょっとこのチパカブラはなぜか分かんないけど、歯を、ちゃんと所持歯があるのに、それを無視してこう、使っちゃって召喚することが、なんだこれ、気持ち悪い。これあれじゃない、あの知ってる人は知ってるけど、チースって丸々に太ったダニだよね。あとノネズミが右側にいるけど、ノネズミってたさんついてるから、敵で出てきた時ってえげつないことになるんだよね。あ、でもこれ勝てるわ、よかった。勝てるけど、アイテム、運搬ネズミのアイテムをなんか稼いときたいな。いやでもこれで下手したら死ぬぞ。一応攻撃力が高いノネズミの前にウサギの皮を置いて一旦耐えるか。あ、こっちに来た。え、こっちに来んのお前。え、タサンってこっちに来んのか、蜂の巣みたいに。ありか、そんなの。まあありがたいけど、敵に出てくると思ってた。なんかこれね、モッドによって違うんですよね。とっと間違えて蜂の巣出しちゃった。くっそ、ファースターの攻撃で。豚がいつも使ってたなんかランダムエンカウンターっていうモッドだったら、敵にあのなんだっけ、運搬ネズミじゃなかった、ノネズミが出てきた場合は敵のフィールドがなんかノネズミばっかり出てきて埋め尽くされて負けるんですよ。ただこのランダムエンカウンター、ちょっといつもと違うやつ使ってるんですけど、これだったらこっち側の手札に来るみたいですね、ノネズミが。黒ヤギはいらんかな。でもこれはコストが高いやつって言ったらグリズリーぐらいなんだよね。他はみんな低いから。ハチノス、エルク、ヒメコンドル、エルクかな。コスト2で24、壁にもなるし。でここのコマでチュパカブラを焼こう。ちょっと使いこなせない。あーでもせっかく攻撃力が出てきたのにチュパカブラに使うのもったいないかな。まあいいや、これ仮にこいつがこのなんか焚き火の試練をかいくぐったら、それはもう徴用しよう。ゴーの歯を払うってなってもそれ以上のダメージ与えられたらイエスでしょ。ゴーの歯払って6ダメージ与えるんだったら黒字か。ちょっとこっちが優勢の時に出して、うん、いけるいける。
とにかくこれで負けたったら3連敗だからな、 YouTube に上げてる動画。こいつは全然問題ないと思うけど、奥に何が出てくるかだよな。そう、こいつカウソか、カバブソ、それっていいの悪いの？多分いい。でオポッサムが最初に出てきたから、お、勝った、チョコツバ勝った、怖っ。これで別に皮出す意味ないのか、シャキーンってされてもいいか、皮の価値に変わりないからね。違う、今の別にシャレで追いようと思ったわけじゃなくて、ちょっと待って、これ攻撃力1だからやられないじゃないこいつら。くそ、じゃあ高級側でしのぐか。うわ、後ろ来た、やばいのいる、やっぱ。あ、でもカウソ絶対倒せないから、あいつが前に出てくることないじゃん。よかったよかったよかったが、さてここからどうするか。おお、のみか。攻撃力4はめちゃくちゃ強いんですが、強いんですが、こいつがいるからさ、こう直接攻撃ができないんだよな。どうしようと言って、このまま指を加えてたらポッサも次のターンに負けちゃうんだよな。どうしよう、のみ出すべきか。4もダメージ与えられるんだぞこいつ。え、どうしよう、リスで壁作っとくか。でもこのままだとポッサもやられちゃうから自利品だよな。じゃあやっぱりこいつを、よし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 、お金持ってたんだ、そうだそうだ、大丈夫大丈夫。ちょっと今焦ったけど、ブラッドハウンドも持ってるし、ここ結局あれか、カウソがずっといてくれるからダメージずっと通るんだよね。っていうことだったら、オポッサムがいるうちにブラッドハウンドに変えて、てい、よし、ブラッドハウンドの直接攻撃で、次のターンのみがオオカミの毛皮になっちゃうと。でも2ポイントダメージ通るから、今のうちに地盤整えておけば、よし、 OK、 左側開いたね、狼の皮ゲット。うわー、やばいやつがいる、左側にやばいやつがいる、明らかにやばいやつがいる、やばいやつがいるぞ、攻撃力4じゃない。次のターンで倒せはするけども、皮が1枚しか手に入ってないから比較的やばい状態。奇妙な予知がここで出てきた、奇妙な予知が。こんなさ、川漁師で押し問答することあるけ、ベテランインスプリショナーが。勝てるかな、2枚くれるんだよねこれ。鎖蛇だとえげつないのよね、鎖蛇だとえげつないんだ、あの絶対奇妙な予兆を一発で倒しちゃうからえげつないけど、鎖蛇を川で取ったとしたらよ、川で取ったとしたら後ろから親玉がやってくるんだね。親玉がやってくるのはえげつない。攻撃力が上がってエルクの攻撃力が跳ねちゃう。あとは地味になんかこの潜水のガラガラヘビもえげつないな、いつまでたっても倒すことができない。どうしよう、今お金は1しか持ってないのか。ねー、これ親玉を取って骨が多分5あるから出せると思うのね。あ、でもそれを言ったらガラガラヘビも出せんのか、ガラガラヘビも出せんのかな。で親玉とガラガラヘビを、いや2つはさすがに無理か。親玉を取ってきたらキムラの幼虫の攻撃力が1になるから、鎖ヘビが倒せると思った、一瞬思ったんですが、奇妙な幼虫は翼がついてるので鎖蛇を直接攻撃することができないってなったら、ワンチャンカササギ取ってデッキの中の追加と取ってくるか。敵が3321で鬼のような地獄になってる。鬼のような地獄ってどういう言葉だ。一旦耐えることができたらワンチャンいけるか。あ、運搬ネズミ取ってくりゃいいんだこれで。カササギと親玉取って、もう1枚ぐらい皮が欲しかったな。サナギになった、サナギになったね、サナギになってな。これで前の鎖ひび倒してくれたら言うことないんだけど、とりあえずはこいつ捨てっちまうか、奇妙なサナギ。でももう一旦こいつさえ倒せればというところではあるんだが、
とりあえず傘先を出さねば、出さねばね、出しましょう。ここに出して、で、出せるやつ出せるやつ。チュパカブラは5も払っちゃうから無理。このワンコもあんまり役に立たない。あ、二股のオポッサム倒したんだ。蜂の巣かな、蜂の巣。ヘイスト持ってるから、ガラガラヒビを一発目で殴って二発目攻撃してくれる。で、次に親玉をここに置いて両方の攻撃力を上げると。敵の攻撃が、これちょっと待って、これをさ、こう浮かせたらどうだ、浮かせたらどうだ。だったら5ポイントダメージ当たるから倒せるはず。ふわー、よし、親玉が浮いた。親玉が浮いて、ここで蜂の巣を入れて、蜂の巣はでも空を飛んでない上に狼が邪魔をする。あはは、狼が邪魔をする。蜂が来る。あー、やられちゃった。でもまだ生き残ってる。すごいすごいすごい。8も手に入ったし、残り HP はがぜんやばいままだが、しかし、リスを利用すればこの鎖蛇を倒すことはできるのか。ただ一番やばいのがこのエルク、ハートが4。これで親玉が鍛えちゃうんだよね。でカラスもいるしね。どうしよう、リスを無難に取って鎖蛇ほふるか。いや、ほふったところでな、こっちの攻撃、あ、直接攻撃だからトカゲはいいのか。で、エルクの攻撃で親玉が死んじゃうけど、こっちが2ポイント2ポイント合計4ポイントダメージを食らうけど、こっちがもう2ポイント1ポイントダメージ与えてるから減るのは3だね。減るのは3な上に、よっと、ここで蜂をここに置いたら、あ、蜂はでも次のターンのドローのために置いといた方がいいな。このターンで使い切っちゃったら次のターンマジで死しかなくなるから。あー、こいつ避けるんだ攻撃。あっちゃちゃちゃのちゃ、あちゃちゃのちゃのちゃ、あちゃちゃのちゃのちゃのちゃ。そうだ、こいつ攻撃避けるんだ。でもトカゲがあの前に出てこないから、普段出てこない能力ばっかりだからパニックになってるよ。え、このままだと負けちゃうぜマジで。よし、よかってない、よかってない。お前、お前豚が持ってるカードの中で一番今出てこしくないカードが出たな。あれ、ちょっとこれはもう、これはもうまさか、まさかなの、まさかしてもしかなの、もしかしてまさかなのかな、もしかしてまさかしてもしかなのかな。これお前のせいだよお前の。あ、また避けてる。あ、出ちゃったね。うん、でも関係ないんだよ、もうもう負けですから。もう負け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 の負けの負けの負け。やはり強い、舐めてはいけなかった。あー、来たー。いやー、これ豚悪くないじゃろ、勝てる系。いや、でも結構選択肢はあったよな。え、これ頑張ったら勝てたのか。あの皮を交換するところでさ、別のカードを取ったらワンチャン勝ちがあったのかな。ちょっと後で自分の動画見返してみるか。いやー、でもこれでね、まさかのね、インスクリプションマニアの動画3回連続敗北っていうね。叩くなら叩けよ、今までレシーに負けたことない人間だけが豚に石を投げればいいじゃない。いや、本当にすいません、無様な豚を笑ってください。いや、でもこれな、マジでテストプレイを、テストプレイでなんか2、3回ぐらい練習してからのチャレンジだったんだけど、練習しても負けるときは負けるんですね。やっぱりこれさ、あのなんか最初に狂った犬を取るとかさ、ああいうなんかちょっとお遊びムーブ入れたのが間違いでしたか。チュパカブラのミスとかね、チュパカブラはあれびっくりしたな。能力自体もそんなに面白くはあるけど強いわけではないんだよな。金の歯使うカード、金の歯コストにするってやっぱりコストが、コストリスクが高いから、普段のレシーの動物で戦ってる方がずっと強いんですよね。で、おそらく普段のレシーの動物だけで戦ってたら、今回は負けることはなかったんじゃないかろうか。それは豚の希望的観測だが、というところですね。いやー、きついなー、これ。この選択肢もきつくない？攻撃力ゼロばっかじゃない？これ3枚ともゼロ。
ゼロのデスカードって HP3 攻撃力ゼロで、あとはいいんだけどね、まあこの二股かな、攻撃力ゼロだけどね、攻撃力ゼロの二股とか持ってても意味ないじゃない、意味なしって書いとこう。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。ベニバナブタオでした。あー負けた。あの豚が今回挑戦したモッドの条件は概要欄に書いておくので、ぜひ皆さんも同じ条件でクリアできるものならしてみてくださいよ。できし、コメント欄で、いや全然普通にクリアできたよとか言われたら豚めっちゃしょんぼりするね。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。ベニバナブタオでした。おやすみなさい。バイバイ。